可以的。はい、ということで、はい、お昼ご飯を食べに行くんですけれども、今日はね、お昼ご飯を食べに飛行機に乗りたいと思います。まあ、こんなご時世ね、まあ、もちろん皆さんが韓国に来ることもなかなか難しいんですけれども、韓国からこうね旅行に行くってことも難しいんですよ。ということは、まあ、韓国に来れなくてこうちょっとなんていうの、もううずうずしてる日本人がいると同じぐらい海外に出たくてうずうずしてる韓国人がいるわけですよね。そんなこんな時期になんとね、チェジュ航空の人たちの粋な計らいで、なんと期間限定でホンデにチェジュ航空の飛行機に乗ってる、はい、体験ができるところがあるということで、今日はねそちらに向かっていきたいと思います。でこれ結構ね、日本のこの、まあ、韓国好きの中でも結構話題になって、結構知ってる方がいると思うんですよ。まあ、リクエストもかなり来てたし、はい、私自体もね知ってたので、まあ、いつか行こうと思ってたんですけど、これが7月末までかなということで、あと1ヶ月ぐらいしか残ってないので、ちょっとね、はい、行ってレポをしてみたいと思います。 AK& っていうなんか建物の中に入ってるんですよ。はい、で地下鉄からこう連結してすぐね出れるので、まあ、来るのも簡単だし、雨降っても全然 OK だし、期間限定ということで、まあ、今韓国に7月まで韓国に入れる人しかちょっと行けないんですけど、まあ、どうだろう、またやるのかな、わかんないけどね、うん、とりあえず今のところ7月までなので、まあ、ちょっとね特別動画ということで、はい、今日はね行ってみたいと思います。ホンデイク駅の駅がですね、ホンデイク駅が、2号線とキョンイチュナンソンっていう線と、それから空港鉄道3つの、ね、地下鉄が通ってるんですよ。だからすごいいっぱい出口があるんですけど、ここは4番出口になります。はい、じゃあ4番出口からね、はい、歩いて行ってみたいと思います。それでは、おはい、4番出口の出口はこんな感じでね、エスカレーターになっております。はい、じゃあこんな感じでエスカレーター上がってきます。すぐね左側にこういうね建物があるんですよ。このアンドって書いてあるのがこの AK&っていう建物なんですけど、じゃじゃん、はい、今日はここに入っていきたいと思います。待って、5階にさ五右衛門入ってるし、アニメイトも入ってるんだけど、びっくりした、日本の建物かつって。ザンチェズエア、チェズエアオンザテーブルですね。ここヨヘンマっていうところになります。すごい、ちょうど席が1個空いてる。ゲートは32番台ゲートでございます。わー、いやーせーよー、ザンチーズプレタクトッカー。これは乗務員さんの機内食だって。パサンプルベッコッテージトッカー、ブルコギトッカー。ほらこれ懐かしの、これコチュジャンあるオベゴンで売ってんかい。でこれはハンラボンパイ、飛行機のフィギュアセット、レゴもある。こんなのもあるよ。わー、乗務員さんの食べ物なんて食べれないからさ、乗務員さんの食べ物食べた方がいいかな。チーズプルタクトッパ、그러면チーズプルタクトッパ하나주세요。아음료는감귤주스하나주세요。감귤주스。네。와대박이다。はい、今お会計終わったんですけど、見て、口にさシュッてあるやつくれた。口にシュッてあるやつと、それから何これ、かわいいクーポンかな、クーポンだ。チェジュ島、マニラ、ハノイ、サイパン、ダニャン、グアム。グアムまで行ったらアメリカの一杯無料で、大阪、セブ、東京、シンガポール、香港、バンコクまで行ったら機内食1個無料って、めっちゃ食べなきゃじゃん。かわいい、パスポートだってこれ、かわいい。それからこれじゃん、もらいました。出発が AK&の1階、到着が H20 とかルナとかフォローってあるんだけど、ここに行くと、無料のサンプルをくれたりとか、買った時に 10% 割引、後ろもある。あ、どっちか行ったら今度は機内食 10% 張り、あー一冊も使えんだ。お店の中見るとみんなこう本当のスチュワーデスさんが準備してて、食べ終わったらここに入れてくださいって。本当にこれ使ってるキャビネットなのかな、
はい、ということで今お店に帰ってきて、そう一段落したんですけど、なんかさ、すごいちょっと今ここだけやるとトイレの中みたいな感じなんだけど、じゃん、空港ですよ、空港。空港ってかもう飛行機の中だよね。これは乗務員さん用の機内食でございます。やばいね。この前とこんな、私が頼んだのはチーズプルタクトッパってやつね。チーズプルタクトン、ね、サラダがついてたね、かぼちゃサラダ。そして飲み物はチャンプナギュってやつ、なんかあのオレンジジュースですね。カムギルっていうオレンジのジュース、あ、みかんのジュースです。じゃあ開けてみたいと思います。オープン。あかん。じゃらーん。うわ、めっちゃ機内食。あ、見てみていいね、これほらみんな待ち受けにしなよ。はい、こんな感じでチェジュエアですね。じゃじゃーん、すごい。ちょっと開けてきますね。じゃじゃーん。はい、じゃあこちら、これは何、ケランチンかな。ケランチンと、これはトマト、そしてキムチとシュークリームです。こちらがおかず系で、じゃじゃん。はい、これがチーズプルタクトッパでございます。美味しそう。ちゃんとチーズも溶けてるしさ、お肉の大きさも大きいし。そしてなんか機内食っぽい、はい、こちらのセットとかぼちゃジュースでございます。じゃじゃーん。やばいね。で、ちなみにこれで、1100ウォン。で、このジュースがね、めちゃめちゃちっちゃくて高いんですけど、200円でございます。2000ウォン。全部で1万3000ウォンになります。じゃじゃーん。楽しい。じゃあね、食べていきたいと思います。これは楽しい。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。ちょっとさ、人がいっぱいいるから恥ずかしいんだ。じゃあ、じゃじゃーん。はい、これ機内食でございます。やばくない？嬉しい、楽しい。さあ、いただきます。本当にさ、なんか乗務員さんたちだからさ、髪の毛とかめっちゃ綺麗なの、かっこいいな。はい、それじゃあ本当に食べます。じゃあこのなんか謎のこの豆腐みたいなやつ、うん、固いケランチンって感じ。固いケランチンって茶碗蒸しに例えられるんだけど、茶碗蒸しよりも固い。うん、でも冷たくても美味しい。じゃあリコピン摂取。はい、キムチ。じゃあメインいきますよ。うん、すごい、マジで飛行機の中の味がする。本当に綺麗なんだけど、なんかこう飛行機の中で食べる特有のこのお米の硬さってあるじゃん、そういう感じ。うん、サラダ美味しい。うちらにはパンとかだけ飲ませ食べさせて、乗務員さんこんないいご飯食べてんのって感じじゃん。でもさ、何時間も炊き続けてさ、ずっと笑顔でいなきゃいけなくてさ、お客様のことを一番にさ、こう守んなきゃいけないわけじゃん。ご飯ぐらいはいいの食べてほしいよね。本当に綺麗なんだけど、すごい見ちゃって申し訳ないけどさ、店員さんとか乗務員さんがめっちゃ綺麗で、なんかこういうキャンペーン系でなんていうの、こう味メインで推してないから、そこまで人いないかなと思ったけど、結構韓国人の人が多い。今3時半くらいで、全然お昼時じゃないんだけど、6個中4テーブル埋まってるからね。やっぱみんな旅行行きたいよね。すごい芸が細かくて、こういう机以外にこう、こういうガラガラする、なんていうのね、キャビネットじゃなくて、なんていうの、キャリア？キャリー？なんかこう、食べ物入ってたりとかするさ、こう押してるやつあるじゃん。あれの、あれがテーブルになってるやつとか。で、壁に時計があってんだけど、シンガポール、東京、ソウル、サイパン、ベイジンとかあって、全部時間が違うの。芸が細かいんですよ。でさ、まあ、さっき言ったように、店員さんが本当のなんかこの乗務員さんなの。だからもうサービスがすごい。言葉遣いとか、なんかこう、笑顔とかがもうすごい。
私よく大韓航空のコチュジャンのチューブのやつとか冷蔵庫にめっちゃ溜めてたもん。多分なんか前みたいにすごいなんか気軽に行ったり来たりできるようになるにはまだもうちょっと時間かかると思うけど、前あった姿はなくなっちゃってる可能性が高いけど、駅が綺麗になったりとか市場が綺麗になったりとか、ちょうど今この観光客がいない時にいろいろね、あの人を集めるように工事するところが結構多いんですよ。だから逆に新しい姿の韓国を楽しめると思う。私最近あのカンジャン市場の方とかヨンドゥンポの市場とか行ってきたんだけど、そこもねかなりねあの工事されて綺麗になってたんですよ。多分次来た時びっくりすること結構あると思う。はい、シュークリームです。シュークリーム、はい、ということでごちそうさまでした。今私飛行機の中なんですけど、どうでしたか？なんか私的にはかなり楽しかったんですけど、なんか味がうんぬんってよりもこの空間が楽しい。チェジュ航空といえばオレンジじゃないですか。どこもかしこもオレンジなんですよ、ね、それがもう楽しいし、まずこのゲートを通った時この上のこのゲートを通るのがもう楽しい。わかるかな？目の前にはね、綺麗な乗務員さんと、はい、背の高くてかっこいい乗務員さんもいますし、いいっすね。これが期間限定っていうのがちょっともったいないですね。なんならなんかこのチェジュ島の、あ、チェジュ航空の次はさ、大韓航空とかなんかこうやってほしい。私的にはかなり楽しかったんですけど、どうですか？楽しかったですか？まあね、何よりも早くこの状態が落ち着いて、本当に飛行機に乗ってね、あの韓国に来るとか日本に行くってことができるのが一番いいんですけど、まあこんな状況でも、こう、まあこれも売上がチェジュ航空に入るのかな。やっぱり航空会社もこんな状況でね、結構こう厳しい日々を送ってると思うんですけど、こんな感じでね、お互いなんか楽しい感じでこういうお店を展開してくれるっていうのはなんか面白いですよね。こういうところの発想力すごいよね、韓国って。こう何、需要と供給があったりみたいな感じ。この状況をなんとか持ちこたえて、はい、落ち着いたらみんなバンバンこうチェジュ航空の、はい、飛行機乗って、チェジュ航空、空港、航空どっち、本当にややこしいこれ。実際にね、はい、韓国に来て偶然私にも会ってみたいなねできたらいいっすね。はい、ということで今回は、まあ、こんな状況下でね、海外旅行に行けない方たちのためにできたチェジュ航空が提供するチェジュ航空レストランの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ラビアンアナルンニョキカチ終わり。